はい、今日はですね、この車載用のね、ロッドホルダーをね、軽バンの方につけていきたいと思います。はい、今日はですね、この車載用のね、ロッドホルダーをね、実際に軽バンの方にね、つけていきたいと思います。で、実際もうこういう風にね、エレクターパイプをね、つけてあるんですけれども、こんな状態、ちょっとここ、放りたがってますけどね。一応、パイプをね、通せばよかったんですけど、特にこうね、パイプをトークしてなくて、はい、ちょっとまあ、車も散らかってるので、掃除も兼ねて、ちょっと、どうにかしようかなと。いつもこういう風にね、釣り竿がこんな形でね、あるような形ですね。ちょっと邪魔ですね。この上に取り付けしていきたいと思います。こんな状態なんですけど、まずこれ一つ、ちょっとここにね、取り付けていこうかと思うんですけど、まあ、アジャスターっていうのはね、いくつか付いてるんですけど、これが全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 個あるので、1つのベルトで4個で、このバックルのところの通し方ですけど、まあ、普通にここから通して、ここから入れるっていう絵になってますけど、で、ギザが上っていうことなので、なのでこれに引っ掛けて、ね、これでもうベルトに通してこうカチッと止めるっていうスタイルだと思うんですけどね。このこれをどこに使うかっていうね、でこれが余るので、この返しの処理ですねをするのにこれが必要な感じですかね。なのでこれ一番初めに入れとかなきゃダメなやつかもしれないですけどね。はい、なのでこのアジャスターに通す前にこれを通す前にこれ先に入れとかなきゃならないような形ですかね。あ、もう一番初めに書いてありましたね。アジャスターベルト、ベルトの端をベルトアジャスターに通します。で、余ったベルトの長さによって1個または2個。ということで、まあ2個入れてあるような形ですかね、初めからね。どこですか分からないですけど、はい、先に入れておきます。で、このバックルにこっちから通して、こういう感じかですね。はい、で、引っ掛けて余ったやつをここに通すような、ね、形ですかね。そうですね、はい、ちょっとこれと同じようなことをね、ちょっと全部4つやっていきたいと思います。
ょっとここの間にねつけておこうかなと思うんですけど、まあ、普通にこう、うん、通してカチッと止めるだけですけどね、ちょっとこれで長さ調整ねしていきたいと思いますけど、こんな感じですかね。反対側もねこんな風に止めましたけど、ちょっとこれで垂れてますけど、でちょっと奥側だったのでもうちょっと手前にねちょっと置いて、ちょっと左右バランスよくちょっと巻いていこうかと思うんですけど、これぐらい貼っておくと、ちょっと左右のバランスありますか、まあ、一応こんな感じで貼ってみましたけど、こんな感じですかね。こんな感じでいいのかな。ちょっとね、まあ、まあ一応こんな感じで上手についたと思うんですけど、こんな感じですね、はい。まあ、ちょっとこうやっぱこういう紐がだらしないのでね、こういうのに止めていきますけど、ちょっとあとは左右のバランスをちょっと細かく見ながら、ちょっと右寄せにするか左寄せにするか、センターにするかね、ちょっと考えながら設置していこうと思いますけど、ちょっとねこんなのも取り付けながらちょっと車内の方も片付けしていきたいと思います。はい、一応こんな感じでね設置しました。でベルトもちゃんとねこう折り返して折り返して、ちょうどよくここで終わりがこれだけ出てますけど、はい、こんな形で両方設置しました。で基本ちょっとねセンター寄りにしましたけどね、両端の長さを調節して一応センターにしましたけど、ただちょっとこっちの頭の方がこの後部座席乗る人がね、もしかしたらちょっと頭当たる方もいるので、
せっかくこうエレクターパイプつけたので、もう一段上のところから引っ張って、ここちょっと今回空いてるんですよね、高さがね。なので、ここをうまく活用できるように、ちょっともうちょっとこう上の方でね、張っていけたらなと思いますけど。まあとりあえずでもこういう形でね、ロッドホルダー収まりが良くなりましたのでね。とりあえず、この竿がなくなるだけでも結構、有効活用できますので、とりあえずこれは成功かなと思いますけど、はい。よかったら皆さんね、これ使ってみてください。